D 端子、D 端子、D 端子とは映像機器のアナログ映像信号を伝送するために企画された日本独自の接続端子である。D 端子という名称はハーフピッチベローズコネクタの形状が D の文字型をしていることから命名されたものである。主に PC のコネクタを思わせる形状やデジタル、放送受信、録画再生機器に用いられることから D 端子の D は デジタルを示していると誤解されることが多いが、前述の通りあくまで形状による命名であり、内部の信号はアナログ信号である。従来は、コンポーネント映像信号、SD 信号専用は、Y, CB, CR, HD 信号にも対応した端子なら、Y, PB, PR と表記されるを伝送するためには、コンポーネント端子を用いていたため、入力側、 出力側それぞれ3つの端子の間を計3本のケーブルを使って接続する必要があった。これを1本のケーブルで接続できるように端子を1つにまとめたものが D 端子である。また、コンポーネント映像信号だけではなく、操作線数、操作方式、アスペクト比を切り替えるための識別信号の伝送も可能になり、プラグ挿入の検知機能もついた。 コネクタは14のピンを7つずつ2段にまとめた構造をしており、そのうち、軌道信号の伝送に2つ、色差信号の伝送に4つ、操作線数、操作方式、アスペクト比を切り替えるための識別信号の伝送に、3、プラグの挿入を検知するために2つのピンを用い、残り3つのピンは予備ライン用である。なお、識別信号を伝送する場合は外比。 FG の接続が必須となるため、実質的な端子数は15となる。また、ハンディカムなど、機器の都合で、物理スペースが十分に確保できない場合、特殊 D 端子が用いられることがある。コンポーネント端子と比べても値段はほとんど、変わらず小スペースであるため、日本国内では、コンポーネント端子よりも普及しているが、コネクタの構造、接続部での整合が取れない、 信号線のルドが維持できないなど、に起因して画質が若干コンポーネント端子に比べて劣るという声もある。日本独自の規格であるため、諸外国の製品では、特に日本向けとして生産されたものでない限り、採用されていない。映像信号のみの伝送に用いるので、音声の伝送は行わない。危機感で音声信号も受け渡したい場合には、音声について、 さらに別編、RCA 端子などで接続する必要がある。なお、D3D5 がフルハイビジョン、フル HD の解像度、D2D4D5 がプログレッシブに対応している。映像信号規格、フォーマットごとに対応規格がさらに細分化されている。端子の形状はすべて同一。映像信号規格の名称表記については、 有効操作線数と総操作線数、本文では、内表記が総操作線数による表記がある。また、ドット数表記は水平垂直を表す。映像信号規格の区分名称はその映像フォーマットの垂直解像度を表していて、表記している水平解像度は想定される対象の信号フォーマットの最大サイズを示している。なお D 端子の規格定義上では、 演奏が可能な対象の各信号フォーマットについては上位互換を保証していて細分化された各区分名称の解説で対象としている以外の赤版の映像信号フォーマットも含まれる詳細は以下の各章を参照 D1D5 の区分名称は個々の映像信号規格の名称ではなくその端子が対応している映像信号規格の種類別に付けられた D 端子規格内の区分を表している。入力側においては、各対応規格とも一種類の映像信号への対応のみではなく以下のように解の区分規格に対して互換を保証しているが、出力側においては少なくても、その区分の最上位の解像度、下のを出力できれば良いと規定されており必ずしも、解の出力が用意されているとは限らない。この互換の都合上、 D4 出力ができても D1 出力が用意されていないという場合もあるため D4 出力と D1 入力を接続した場合に表示できない場合がある。前述のように出力側と入力側では要求仕様が異なるので機器を購入する際には注意が必要である。例えば PlayStation Portable PSP-2000 での D 端子への ゲーム画面出力は当初プログレッシブ D2 のみの対応であった。これに付随して、コンポジット映像出力、S 映像出力ができなかったが、システムソフトウェアバージョン5.00以降は、ゲームアーカイブスのうち、プレイステーション企画ソフトのインターレース D1 出力、および、コンポジット映像出力、S 映像出力に対応した。ただし2010年現在も、 PSP 用ソフトの出力はバージョン5.00以降でもプログレッシブ出力のみの対応である。なお PSP-3000 及び PSP 号では PSP 用ソフトもプレイステーション規格企画ソフトもインターレースで動画可能となっている。識別信号の電気仕様や識別信号3の意味は S2 端子のものと同じ。また、これらの信号の GND は ケーブルが非、シールド FG を使用する。このため、識別信号を使用する接続では、両端の機器は必ず、グラウンドループを構成することになる。D 端子は、日本国内のデジタル放送視聴用の標準規格として制定されたが、信号の伝送がアナログで行われていることから、HD 素材の権利保護が十分でないとする。コンテンツホルダーの移行によ、徐々に、 hdmi に置き換わりつつある。それに伴い、hd 映像の扱いにおいて、d 端子は hdmi に比べて制限を加えられている場合がある。また、第三世代高ディスク、ブルー、レイディスクや hddvd の場合、市販ソフトにおいては、ソフト本来の画質での出力が hdmi, hdcpu に限定され、d 端子出力では、 多くのソフトで D1 か D2 出力しかでない仕様になる見通しである。これは D 端子などのアナログ信号ではコピーガードをかけると画質劣化や変質を招く恐れがあり、コピーガードが容易なデジタル出力に一本化するためである。AXLA では発売とともにこの仕様にする方針であったが各方面から反対意見が続出したため、 アナログでの HD 出力を規制する機能は残した。上で2010年、平成22年までは、アナログ HD 出力を埋め、それ以降も出力規制は、段階的に行うこととした、AX の AX ファイナルアダプターアグリーメントで2010年12月31日以降に、製造の機種からアナログ出力を 480i 及び 576i のみに、制限、2013年、 平成25年12月31日以降の製造機種ではアナログ出力自体が禁止されることが決まった。2009年現在においても HDMI 入力端子を持たない安価なテレビや HDMI 出力端子を持たない値な地上波デジタルチューナーなどの製品、外国メーカー製などがディスカウントストアや ホームセンターや EC サイトなどで販売されており、それを買い求める消費者も少なからず存在すること、2006年、平成18年頃までに生産された製品には、HDMI 入力端子が装備されていないものも、あることから、アナログ出力制限が始まる2011年、平成23年の時点で、HDMI 入力端子付きテレビやモーターが、どの程度普及しているかは未知数である。 BD レコーダープレイヤー、薄型テレビの中には低価格帯モデルを中心に D 端子やコンポーネント端子を搭載しない機種が登場し始めている。機種によっては S 端子も省略され HDMI かコンポジットでしか映像を出力できない場合もある。さらに2011年、平成23年に入ってから接続端子が HDMI しかない機種も登場し、 アナログ出力が禁止された2014年、平成26年以降は D 端子はコンポーネント端子と共に廃止され HDMI に一本化する可能性が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。